さあ、行きますか。ミッション、ミッション受注。次から行くのは30だけど、今はサイドオプスを進めていて、ガンスミスを終わらせたところ。もうちょっと進めたいなっていう。この辺をね、よく囚われる男、次行こうか。地雷処理とか行く？地雷処理行こうか。地味なところから始める。いや、先こっち行くか。ここのランディングゾーンは危険すぎるな。こっちかな。ここから攻めよう。行ってきます。まずはマップチェック。PF レーティングを確認しましょう。いいよ。ネットワークモードめんどくさいからあんまりする気ないし。そんなんより俺はよし、よく囚われてる男をしに行く。この辺かな。行くぜ。基本はこれ、単発の睡眠銃で行きます。おお、性能いいな。ちょっと試してみるか、せっかく作ったんだし。カメラいいね。遠距離で撃ってさ、気づかれないって超最高じゃねえか。もうこっから先は楽勝かな。 DD でさ、敵を発見して遠距離スナイパーライフルで眠らせていきゃ。逆にこっちからスナイパーライフルで眠らせてやればいいんだよ。よっ、あそこだよな。いたっか、あれか、ちょっと分かりにくい。いるか。DD が敵を感知した。あそこか。素晴らしい DD、 この距離で。ささ、当たらず。当たったよな。そのうち寝ると思うんだけどな。ヘルメットしてるっぽいから足かな。足に一発直撃。よし、寝た。超楽勝じゃねえか。こんなに簡単でいいのかしら。このミッション中は大きいんだろう、あいつ。手を上げろ。あき。よ。はいはい、しゅ。いるね。超位置がわかる。あそこ？ここ？なんでお前そんなとこいるの。よく囚われる男だね。めっちゃ敵いるし。まさかの位置だね、あいつ。遠いな。まあ DD が見つけてくれてるからな。なかなか性能がいい。敵も多い。まあこそこそ行きますか。スナイパーライフルもあるし楽勝だろう。あの2匹がな。ギリギリ超役立つ。ヘルメットしてるな、こいつら。そっちにもいるか。
中から行きます別に鍵かかってない。多いなちょっと。これデコイだな。ディーディー近い。デコイ割ったらバレるのかな。大丈夫か。この距離なら大丈夫だろ。一発二発ぶちかまして眠らしておく。てか多いな。何人だここの見張り。ライフルで上のやつから順番に眠らしていくか。この金網は貫通するんだろう。最高やないか。この距離で撃ってもバレへんとか超助かるわ。最高やね。難易度急に下がりすぎじゃないかこれ。呼ぶ必要すらない。持ってって一応裏の方でね。そこいる？その裏いるじゃん。あんまよろしくない。てか車が来てんのか。オーケーにしてもやっぱさすがに多い。さっきの後ろのやつは通り過ぎちゃったのかな。回収する。了解だ。ここから侵入していくしかないか。おい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 、来てる来てる来てる。はっ、起こされてる。あんまよろしくないな。こいつ行くのも熱かな。上のやつも起こされちゃったし。ちょっと多すぎだよな、いくらなんでも。はよどっか行け。あんまりよろしくないな。ちょっと引くか。ちょっと気づかれ気味。奥のスナイパー起きちゃった。いいところがどっこい。楽だな、ほんと楽だわ。こいつ何してんの。トイレ、トイレかな。俺に気づいたのか。まあおかげで一人減らせることはできたんだけど。この建物への侵入はしんどそうだな。こいつどこから気づいてるんだ。ちょっと気づかれ気味だ。
一人ずつ確実に回収していこう。ハーキー副議員が国民そればっかだな。いるかな、かいるね。ハキドン、よし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 じゃねえ。 0% ここ上あんの？あるわ。まあいい感じに来てくれたね。にしても多すぎる。受け取った、あとは任せろ。結構持つなサプレッサー、こんだけ撃てりゃ余裕だね。ちょっとまずいな。お前もや行きたいけど姿が見えん。どうにかして上まで行きたいんだけどな。スーマンセルで動かれてるとね。来てる来てる。一瞬で二人やっちゃうか、それもありだな。奥のやつをよし。ここはダメか。あーもったいね。よし、全員眠らせた。数減らしてまえばいいんだよ、こうなったら。細けいことは気にすんな。起こされる起こされる。だいぶ起こされてしまった。カーンでね。なんですげえカンカン言ってんだよ。これ以上は無理かな。そこだ。
コンタクトー、結構な距離から気づくな。やはり久しぶりの潜入任務は危ないよ。どうすんだっけ、支援ヘリじゃない、これか。とりあえず弾だけ補充してしまえば何の問題もないなっていう。そこら中寝まくってるな。またスナイパーが起きてる。サプレッサーなしだとバレんだけど、別にもう今更だもんね、バレたって。バレたって大した問題じゃねえんだよ。ほとんど寝てるし。起こされてしまう。起こされりゅう。今のバレたのか。今のバレたのはちょっと痛かったな。バレてるっていうの、このイラッと感やってらんねえよ。表に回ろう。裏から行くけど表から回った方が楽だわ。表どっから回れたっけな。ここから行くか。いけねえ。これぐらい破壊しろよ、この返しぐらい。可能な限り殺さずに潜入するというこのボスの優しさが分からんのか。起きちゃった。なんでこんなにいるんだよお前ら。そこまでいなかったろ、いくらなんでも。ちょっと待て、そんなにいなかったろ。2人ぐらいだったから突っ込んだのに、そんなにいなかったろ今さっき。なんでどこから湧いて出てきたんだよ。侵入前からやり直しだ。なんじゃねえのか。あーもう起きちゃ、ちょっと間に合わなかった。間違えた。
気絶させてから。回収して、ああ、たどり着いた。ああ。だからお前本当何してんだよ。ここはダメだ。間に合うだろう。あちょ、ダイヤモンド原石とかいいから。お前だ。来てる来てる。お前じゃないのか。もう一匹だ。こいつ死んだの？もしかしたら。もうサブミッションはクリアだからね。帰ろっか。そう。これもらって帰るか。いただきます。もう壊れたの？このトラックもろすぎね。数発撃たれただけで壊れたぜ。さすがに予想外ですよ。そんなに脆いトラックいらない。よし帰るぞ。よし。ちょどミッション放棄か。あんたはもうビッグボスじゃない。ちょっと待て、どういうこと。ごめん、ちょっと意味がわからない。今サイドオプスやってるだけだろ。どういうこと。は？ちょ、助けたろ。よく取られる男助けたろ。どういうことだよ。これでもう完了だろ。なんでさっきミッション失敗になってんの。意味がわからないんだけど、マジで。この時点でクリアだろ。捕虜回収1人2人もう1人いんのかよ。なんだよ。そういうことは言えよ。もう一人どこいんの。回収する。了解だ。もうあそこにはいないだろうから近寄らないよ。残り一人はどこにいるんだ。でこいかな、多分。
なるほどね。あ、いたいた。あそこか。びっくりしたわ。あの辺グダグダしてるけど、もう俺はいないからね。よく捕まる男は二人いた。あ、直撃した。ちょっと痛い。通りでダメなはずだよ。ふざけやがって。しめしめ、後ろから行くぜ。よし。まあこいつらもらっときますか。なかなか警戒態勢が終わらんな。よし、とりあえず警戒態勢まで戻った。さあ、もう一人回収しちゃいますか。びっくりしたわ、ほんと。この上か。どっから行けんだろう。あ、ここだ。まさか二人いたとはね。よし、完了。よーし、セーブされた。こいつらももらっちゃおうかな。ちょっと気づかれそうな。了解。客人に行く。一緒に行く。どっから来る？近いな。どっか登るとこあんの？ここ上登れるとこあんの？その辺。来てる。
よし、セーブされた。ヘリに帰ろう。まさか2人だったか。